西武ドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。オールパシフィック対東北楽天ゴールデンイーグルス、その試合の模様をお送りしてまいります。今日のゲームは立川光雄さん、宮本和智さんの解説。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてリポートしてくれるのがこの2人です。はい、我々2人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もよろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、オールパシフィックの先発ピッチャーダルビッシュ、イーグルス打線をどう抑え、1回の表イーグルスの攻撃、イーグルスの先頭バッター中村、先頭打者としての役割は果たせるでしょうか。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分2厘のアベレージ、そして打点の数も12となっています。最初はストライク、149キロです。1回の表イーグルスの攻撃、2投目は入れてきました。これね、きついコースですよね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。果たして3球勝負するのか。高め、打球はセカンドへ、取った。一塁送球、アウト。中村、セカンドゴロに終わりました。打順が移ります。1塁楽天のイーグルス、67勝75敗錦脇、勝率4割7分2厘でリーグ4位というシーズンでした。初球から入れてきました。ワンストライク。さあ、イーグルス今日のヒーローは果たして誰でしょうか。このボールはどうか。外は入っています。本当厳しいコース投げますね。はい、ちょっとこれは今日のピッチング楽しみじゃないですか。ええ、その通りですね。3球で決めてくるか。3球三振、群を切らせました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。次のバッター、ツーアウトになっています。どこに入れてくるか。サードが抑えます。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表が終了。イーグルス、そしてイーグルスの先発ピッチャー1回の裏、オールパシフィックのマウンドは先発ピッチャー岩隈、どこに出てくるんでしょうか。初球ヒッティング、いい当たり、ピッチャー返し、取った。一塁へ、アウト、アウトです。そして次の2番川崎、左の打席です。